昨夜は僕のね役職、僕の配信を見てる人は、高田さんの配信にコメントしないように、ね、お願いします、ね。一切コメントしないようにお願いします。はい、おはようございます。えと、690。占い三四郎。<laughs> 宝田剣士。踏ん張り六四郎。が三四郎。 もう,もういいわ。はい。わかりました。22人形ですね。そうですね。22人形であれば、まあ、僕はもうなんか一周回って、村目線グレーハーが3とか2であっても、例のローラの方がいいかなっていうふうな気がしてきましたね。うん。なので、カリウドさんは、うん。釣られない、噛まれない、えー、占い位置に入らない。この3点が、 守れる方は潜伏していいですが、そんな方いないと思うので、絶対出てきた方がいいと思いますよ。うん。狩人でした。九番。<laughs> 自分かーい。ーー発言してください。え、8番さん狩人でいいんですか、えーえー、じゃあもうフルオープン状態ですね。で、4番さんが6に白を出してるんですよ だから4番が真だった場合は、もう例の最高の6番が強靭確定してるんで、正直、グレー詰めてほしいんですけど、まあ村目線それが飲めないのであれば6番さんからいってほしいですね。うーん、まああとは。4が。まあ8番さんが狩人で出たんで、8番さんの2周目の釣り位置に従う感じでいいんじゃないでしょうか。 僕としては6番の今日の可能性が高いことから、まあ、グレー詰めをしたいですね、以上。1番のプレイヤーは発言してください。さいうんまあできたら8番さんに今日は占い行くのか、霊能行くのか、ちょっと進行してほしかったです。うん、まあでも普通に霊能なんですかね、6番、9番でってことでいいんですかね。 <laughs> すいません。ちょっとなんか、電波上がって初日、あの、なかなか役が出ないバグがあったりしたんですけど、ちょっと、はい、大丈夫です。はい、すいません。今治ってるんで、はい。うーん、ま、あ今日、あ、例、霊能で、霊能で降らしていきたいと思ってますけど、はい。はい、そうですね。ちょっとまだ、役の人が9番さん 八幡さんしまったか。うん。他の占い師の人の意見についてどう考えます。二番のプレイヤーは発言してください。はいおはようございます。まず八幡さん仮説把握しました。で九番さんに関して九番さんに関して四番さんが真だったらええー、と強人だからグレーを詰めてほしい。うーん。まだ早いんじゃないですかねその主張するには。 2周目にその主張、まあ、4番さん、新めが高くてとかだったらわかるんですが、うん、どうにもね、グレーを釣って自分が釣られたくないようにしか思いませんでした。特に9番さんは CO がワンテープ遅かったことから、どうしてもね、陣外で釣られたくなくてそういう発言が出た、出ちゃったんじゃないかなって思っちゃいますね。1番さんに関してはもうちょい9番さんに突っ込みしてよかったんじゃないかなって思ってますね。うん、1番さんは発言ゼロで印象がかなり悪いです。 えっと,と、よくね、なんか、片白が霊能だから、なんか情報が出るから云々とかいう方がいらっしゃるんですが、あの、霊能は、霊能ローラーするんだったら、単純に新芽が低い方から釣るべきだと思います。新芽が低い方から釣るべきだと思います。うん、情報出ない。結局出た試しがない。あ、過去の話になっちゃうかな。まあ、出ないと思ってるんで、うん、単純に新芽が低い方から釣った方が絶対いいと思ってます。 かなまあ6番さんの発言聞けてないけど9番さんの印象かなり悪いグレーえっと直前になるけど1番さんの印象もかなり悪いといったところですねで8番さんぜひね方針2周目えー、っと皆さんの話を聞いてから方針をしっかり教えてほしいですね以上3番のプレイヤーは発言してください,してださいはい特に主流ございませんでえっと今のところまあ16 69と45かの精査で、特にえまだ2週目か、2週目で頑張ります。で、えっと、グレーの1番、2番。今のところまあ、1番も,もう発言なくてで、2番さんはそこでなんか指摘したのがすごい白っぽかったなって思ってます。で9番さんは、まあ、グレーからいきたいということで、えー、このグレーって っていうのは、占い、ん、まあ、いっか、そこはいっか。まあ、例の、あ、まあ、それもいいのか。うん。僕は別にグレーでも一等は持っているが、その方がなんか、は、六級の、あの、精査もつきやすいのかなって思っちゃった。かな。ちょっと以上です。四番。のプレイヤーは、発言してください。はい、四番の占い師。ええー、と。六番に白が出てます。そうですね。 今まで、えー、とグレーの発言を聞いてたところ、1番さんは頼りないなという印象。2番さんは、まあ、しっかり精査してくれそうだなというぐらいの印象ですね。3番さんがグレーに行きたいと言っていたことから、五算の囲いも見てます。うん。あるいは、えっ、ー、と、3番が強人で、新郎新居、新郎新郎という場面も想定しなきゃいけないかなというふうには思っている。<laughs> うん。 霊能にもし手をつけるのであれば必ず釣り切りましょう。うん、占い師の結果が2つ残る。新郎である可能性が高いから。5番さんは狼である可能性がかなり高いと思ってますよ。うん。うーんとー、そうだな。9番と6番。私の白ですが、霊能ローラであれば釣り切ります。その予定です。5番。 のプレイヤーは発言してくださいまず4番って新郎新郎を追ってるんであれば9釣り一択じゃない3番の境目まで追っているんだったら9釣りでしょあなたは6番に白が出ているんでしょだったら9から釣りをさないとおかしなことになっているよその盤面までケアするんだったら、えー、自分の視点から見た時はグレー釣りでいいまあ自転で飲めないんだったら霊媒師ローラーここは釣り切る、えー、自分の視点から見た時に3番に白結果が出ている、うん で、69が霊媒師、グレイジが712だからえ、ここ1人釣れば確実に明日全部が透けるんで、自分の視点から見たときはグレー釣りでも構わない。まあ、2日間生き残れる保証がないからね。霊媒師から釣ったとに3が、あ、3じゃない、4が俺を噛んできたときとかが。3外しためんどくさいからね。3から行きたい。だからこそグレー釣りでいいかなと思っている。まあ、飲めないんだったら霊媒師でもいいか。<laughs> まあ、グレーの中だったら1、2、1は特にわからない。うーん。2周目何喋るんだろうぐらいかな。2は9へ指摘していたか。9視点って、グレーが3人なわけでしょ。対抗強人で見ていたら別にグレーズリ普通かなと思えてしまう。なんだったら俺9真なのかなと思ってる。6の発言を聞く前にね。うんもし9番が強人である場合は、まあだから9番が狼、 だっっったらららてていいうう発言ぐらいになってしまうから、ね、9番が強人だったら普通に6釣りを押すと思うからな。うん、わざわざグレー釣りって9番が強人の場合って自分視点から見たとき4番がオオカミだからグレー幅が3人になっているからオオカミ釣り殺される可能性が高いから9番が強人だった場合にグレー釣り俺はあんまり押すと思えないからあるとしてもオオカミだと思う。あるんだったらね。まあ、6の発言を聞いてたら霊媒師から入れるんだったら一応審議する。まあね、以上です。 6番のプレイヤーは発言してください。うん、占い師は分かってません。4番さん、5番さん、両方とも特に怪しい点はなかった。で、グレー、グレーから言ってほしいんですけど、九9番さんは強人かなって思ってます。ふわふわ、ふわふわってしてたんで、うーん、グレーで黒を見つけたいなっていう。 一番さん、二番さんの発言で、一番さんが九番さんに突っ込まなかった点、二番さんが突っ込んでくれた点が全く視線が一緒だったんで、二番さんの方が釣りたくない1 1?1 置、ではないな、釣りたくないなって思いましたね。一番、うん、でも、ここら辺、一、二番さんって、あれですよね。 ここら辺ってみんなの発言聞けてないんで、ちょっとまたここら辺を制査できないんですよ。だから、あと7番さんの発言を聞いてみて、2周目っていうところですね。もう、うん、でも今日、うん、今人は絶対、狂人狼わからないんですけど、人外はやっつけておきたいんで、9番さんを入れてほしいんですけど、けど、うーんって感じですね。 あー、安定で Q っていうところある,あるんですけど、多分白しか出ない気がするんですよね。ちょっと考えます。7番のプレイヤーは発言してください。はい、こんにちは。えっ、ー、と、自分はこのレギュレーションで2二の受賞番名になった場合には、占い勝者の内訳が振動で、霊媒勝者の内訳が心境の可能性が、チャットの同時カミングアウトのルールの場合には極めて高いと思っているから、 えっと、4の主観グレー幅が4人になってしまっているんだけいるので、えっ、ー、とよ、初日、えー、だけれども、初日自分はグレーを釣って2日目に占い式目打ちたいと思っています。えっと、現状4の主観グレー幅が4人になっているから、えっと、4については次の日にグレーを釣ったとしても確定で、えっ、ー、と、ラインが繋がらない可能性があるのだが、5番、 は自身が言っていたように、現状の、現在の主観グレー幅が3人なので、明日確定ラインがつながるので、自分は占い自称者の主観グレー幅が4、3の場合でもグレーつった方がいいと思っています。で、えー、っと、例えば、 自称内訳の振動振動とかなんだけの、えっ、ー、と、可能性なんだけれども、えっ、ー、と、まず4番が狼で6番が狼はないと思っている。なぜかというと、4番が狼だった場合、話し合って6番狼で2人占いと霊媒調するということを作戦会議で決めた場合に、5番の占い先が役職に刺さっていて、えー、占い勝者2人の主観グレー幅がどちらも初日に4人だった場合には、霊媒ローラーになる可能性が高くなるので、 えっと、その場合、狼不利になることから、46の狼狼はないと思っている。5級の狼狼はあるかもしれない。っていう感じ。最悪96の中に、えっ、ー、と、96の霊媒自章者の内訳が新郎だったとしても、4番が新占い師だった場合には、えっ、ー、と、5番を釣って4番新占い師決め打てた場合には、次の日に確定で9番釣れて、最終日村が勝てるので、最悪96がし、 新郎の打ち明けだった場合でも自分はグレー釣りでいいかなと思っている8番に決めてもらいたいです。8番のプレイヤーは発言して,言してください。はい、いやまあ個人的には霊媒ローラーいた方がいいと思いますよ。2日目に決め打ちするのと3日目に決め打ちするのとであれば、うん、えっと4視点っていうのがグレー幅が4つだから全体的に考えるであればあ本当にその先延ばしじゃないけどあれするのであれば霊媒ローラーでいいと思ってます。 うんで。グレーで7番白いでしょ。で、1番さん2番3はちょっとわかんないけど、3番さんがちょっと意味がわからなかった。え、3番ってさ、グレー詰め押すんでしょえ、何を、何を、え、6、九の審議をつけたいからグレー詰め押すって、全くもって意味わかんないんだけど、3番視点ってグレー幅7、1、2でしょ。グレー詰めたときって、3番視点っていうのは、まず2日目で決め打ちなんですよ。6、九の精査とかじゃないんですよ。うん、もうだからちょっと、 言ってる意味が分からなかった、3番に関しては。どういうあれど、どういうメリットで3番っていうのはグレーズ目をしてるの ?1 番とか2番っていうのは、1番はなんか発言ちょっとふざけてたから、その何、何黒要素とかではないんですよ。ふざけてただけだから。2番さんっていうのは丁寧に触れていたなっていう風な印象。3番に関しては言ってる意味が分からなかった。うん。マジで言ってる意味が分からなかったです。 69を何で見てグレー詰めでして69の審議つけてるのかっていうのがわからなくて、相対的に5番の方が発言はしっかりしてるけど、5番の方が2攻めなのかなっていう風な感じがしています。慣れたら7、1、2。7は白、1には2周目発言聞いてみないとわからないけど、っていうところ。69であれば6の方が2攻めだと思ってる。9番のグレー詰めの発言聞いて9強目っていう発言がちょっと意味わからなかったので。うん。どうしようかな。 一応、霊能ローラー言っときましょう。一応、霊能ローラー言っときましょう。あの二日かけて何も慌てることないです。ま、う、だ、ん、まだ朝まで時間あるのでね、6釣りましょう。9番のプレイヤーは発言してください。うんはい、まず、霊能ローラーをするのであれば、6番さんから言ってください。6番さんの色みたいです。で、4番さんと5番さんの占いの心理なんですけど、僕は5番さんのが真面目に見えましたけどね。4番さんっていうのは、6番に白出してるわけだから、普通、 もう、その、占い例のローローを追うなら、9から行くべきって思うはずだし、それかもしくは、6を釣って9に6の色を何が出すか見たいって思うはずなのに、そこ特にどっちを釣りたいとかいう何にもなかったから、4番さんの視点がちょっと変かなって思って、5番さんはそれに指摘してたんで結構、新名あるかなって思いました。で、6番さんは、4、号どっちも新名あるみたいなこと言ったのに、で、5番が、 指摘したその9番は生存力高いから見るなら狼じゃないかっていうのとかは何も考えずに僕のことを強人って言ってきたんですけどそれはどういう目線で強人なのに僕がグレーを冷たいって言ったのかはどう考えてるんですかね6番さんはでグレーなんですけどグレーは一番黒いと思ったのは1番さんですね1番さん今日は霊能からって言ったんですよなのに、えー、8番さんから発言始まって僕が霊能で発言してるのに僕の精査全くしてなかったんですね 普通、霊能から行きたいなら、僕が進化、偽かどっちだと思ってたのかって精査するはずなんですけど、そこを全くしなかった点が、まあ、発言が早かったとはいえ、かなり黒いかなと思いました。2番さん、7番さんは、結構盤面を広く、2番さんは僕の精査をかなりちゃんとしてたし、で、7番さんは広い盤面考えてたんで、結構白いかなって思って、3番さんはまだ色をつけないと思いました。今日は6番に3、3番。1番のプレイヤーは、発言してください。 あえっと、9番さん、なんかめっちゃ叩かれたんですけど、皆さんにめっちゃ叩かれたんですけど、うんいや8番さん始まって6番さんの意見もまだ聞いてないし、4番さん、5番さんの意見も聞いてないし、9番さんを <coughs> どちらから見るっていうのはまあ判断つかないんですよ、正直、3人目で。うーん別にレ動ローラーで行くのは別にどっちを支援につけるかってう,んう必要はあるんですかね。うん 8番さん、レノノラで言った以上、まあ、8番さん、進行するべきだって、僕が9番さん、どう思ってるかっていう人は別にないと思ってるんですけど、うんまあ、2番さん、俺、叩いたのはすごい白いと思いますよ。で他の人がすごい乗っかりで、なんか、俺、叩いてきて、3番さんがちょっと、なんか、どこにちょっと違和感があるような叩き方したんで、うん、3番さん、片足ってますけど、2>, 2番のプレイヤーは発言してください。 そうですね。直前の1番さんから、まあ、霊能ローラーするにしてもどっちが偽名かっていうのはしっかり上げるべきだと思いますよ。確かに結果として、霊能ローラーはどっちが偽でもどっちが死んでもいいっていう作戦ではありますが、自分自身の白アピールにもなれるんですよね。うん。だからしっかりね、言ってほしい。特に1周目は9番さんが先に発言してたんだから、 それに対してどう思ったかっていう一番さんの視点を、え思考をね聞きたかった。それで一番さんの白黒をつけられるから。せっかく材料を落としてくれてるのにそれを無気にするのは狼。狼というか人外の行為見えるかな。うん。うーん。6と9の精査に関して。 6番さんはね、グレーから行ってほしいって言った。これはね、5番さんが、9番さんがね、グレーから行くっていう発言が、偽なら狼しかないっていう発言を受けて、とっさにグレーから行くべきっていう発言が出たんだと思います。これが例えば、5番さんの方を新面に見てて、グレーが狭いからグレーから行きたいとかいう発言だったらまだわかるんですが、なんか安直にグレーを押した感じがあった。うん、で、結局最終的に、霊能ローラーをしたそうな感じに持っていった。 うん、6番さん強人かなって思いますね。うん、結構レ能ノローラの話もしてたしっていうところ。うん、そうだな9番さん。うん、まあ、秋番さん言ってたことは、まあ、間違いではなかったかなけど、乗っかりではあったよね。まあでも、レノローラー行くなら 6, 6番さんかな。1周目も言った通り、あの新芽の低い方から釣っていくべきだと思ってる。私は。 かな3番のプレイヤーは発言してください。今日は霊能力ってことでえっと、えー、なんか9番からグレー釣りたいっていう話だったじゃないですかで5番さんもそうで6番さんもそうでそこってなんかグレー意味あんのかなと思っちゃってねで何だっけなそれでんか進路しんのもあるんじゃないかなと思って,て4番さん の意見にすごい、なんか納得したっていうか、しんのしんのもあんのかなと思って、グレー行くなら、なんか、<laughs> 行きたいのかなって思ってた。うん。で、そこで、えっと、なんだっけな、俺は9番か、怪しいかなって思った。うん,なんか結局はなんか、霊能でもいいかって言ってたけど、うん。<laughs> 行ってほしくない人道なのかなって思っちゃったかな。うん。芸能界行くなったら、俺は9かな。四番。 のプレイヤーは発言してください、うん、霊能者から行くのであればどう私の白を含,め含まれているとしてもどちらでもいいんです僕は、うん、もちろん9から行くつもりではいるが9、6と釣り切りますその,その間に怪しいと思っている13番と1番あたりですね小倉直というのが僕の今の考え方、うん、5番方法ほぼ,ほぼ人狼で見てるからね だからあ、そこまで中身がどうだっていうことはあまり気にしてないんです。3番は初日、グレーから行きたいという発言をひっくり返して9番に行きたいと言い出した <laughs>、えー。若干すり寄りを感じるかな。うん、1番に関しては、まあ、2番さんも指摘していた通り、やはり発言の伸びがどうしても足りていないように見えます。2番と長の番が、だから逆説的に白く見えているというのが今の現状です。 今日は僕は9位に投票します。5番のプレイヤーは発言してください。えー、倍賞は俺は9進6でいいと思ってるけどな6の発言が俺はあんまりっていうか全然あん、入ってこないっていうかわからない。えー、自分から見たグレー幅っていうのは7、1、2だから正直どこから釣ってもいいの、ね、7から釣ろうが、1から釣ろうが、2から釣ろうが、自分から見た視点っていうのはね、俺が真の占い師だから、 まあ6はどっちが真か分かんないのかもしれないが、どこから釣ったとしても、どこにどっかに占い結果が落ちれば、明日全部透けるのね。ただし、6から見た視点っていうのは、グレー釣りは自分と境遇が違うから、俺は占いしあなたは霊媒師なわけじゃん。ってことは、あなたの場合っていうのは、必ず黒を釣りたいんだよ。なんでかって言ったら、黒結果見たいでしょ。だから、グレーから行きたいっていうんであれば、めちゃくちゃ黒い位置を上げなければならないんだよ、7番の発言を聞く前にね。 あと残されてるのが7番だけだから、1、2の審議もめちゃくちゃちゃんとして、これあれば、6番は霊媒師であるから、6番が霊媒師の場合っていうのは絶対に黒ロを釣りたいじゃん。ってことは対抗を狂人で見ているわけだったら、6番がちゃんと狼を見つけて釣れれば、自分も含めた形で占い師を釣り切りで勝てるんだよ。対抗を強人で置いてるんだったら。なんだったら占い師のローラーかけて9番まで釣り切れば勝てるから、 グレーから釣りたいんであれば、グレーの進路めちゃくちゃしないとダメなはずだと思うから、俺は6の、6が真に見えないなと思ってしまうし、う9番が何もおかしなことを俺は言っているとは思えないから、9番、進ックしてしまうのは良くないよね。正直、6つって9置きっぱなしで、まあ、村支店がしたらなんか進路進路追ってるとかだから、59ラインこれであるんじゃないかとかって言われてしまうかもしれないが、 9置いといていいんじゃないと思っちゃうけどな。グレーに関しては27はとりあえず白い。1に関しては色がわからない。以上。6番のプレイヤーは発言してください。今日今日今日本当、やめてよ。あーっと、な,なんで、もう、えー、っとど、どうしたらいいの <laughs> 私もグレーから釣って狼を釣りたいんだよ。うんうん、なんでこんな。 同じ、同じ思いやったんやのに、多分9番さんとさ、9番さんを釣ったところで白しか出ないと思うんだよなぁ。人外は間違いないんだけど。じゃなくて黒を見たいから、グレーを釣りたいんよ。1、2の精査なんかできん、できんやろ、1周目。うーん。<laughs> けど2周目、2番さんちょっと怪しかったなぁ。なんだったろう。 なんか引っかかった。1番さんが、あまりにも色が落ちなかったっていうのと、7番さんが結構白かったなっていう。結構白かったっていうかまあ、なんか慣れてるなっていう感じ。なんか白かったかな。多分、別に白くないなな。うん、ああ、けど怖いな。ど、どっちだろう。わからない。え、どっちから行くのでも、カリウドが、え、どっちって言ったっけカリウドさんが、8番グレ、えああ、そっか。私が映るって言ったのか マジでやめてくれ。マジでやめてくれ。えーと。ああ。自認のセンでもできたと思うけどな。ど結構発言し,たしまあでも、狩人進行だったらもう仕方がないか。もうでも、それはやめてほしいけどな。9番さんお願いして。ああ、もう七 <laughs> 番のプレーパン人脳発言してください。うん、はい。 えっと、まあ、カリウドが、確定カリウドが霊媒ローラーっていうんだったらそれでいいけれども、自分はグレーに投票すると言っておく、多分ほぼ無効票になると思うけれども。で、霊媒師に関してはほとんど他の人の意見と同じ。っていうか前の週で、前の、あ、前の週の発言で言おうと思っていたことを8番に言われてしまったんだけれども、えー、っと、6番の 1, 1番の2戦目というのは、9番、9番がグレーを釣りたいという提案をしているのに、9番が強人であるという推理をしたことが6番が一番黒い点。 <coughs> うんと6番が単に分かってないのかもしれないんだけれども、初日にグレーから釣るっていう提案は、うんえっと、霊媒自傷者の内訳が心境だったら基本的にムラリで、霊媒自傷者の内訳が心労、えー、だった場合には基本的にムラリがあまりない。から、えっと、9番がグレーから釣りたいって言っていることから、9番がオオカミの可能性があるって6番は推理するべき。だから一応言っておくと、九も六もグレーから、9も6も初日グレーから釣りたいと言っていることから、 九六神童の可能性もレアケースだと思うけれど、ま、あの、あるかもしれないことから別に霊媒ローラーは自分は多少飲んでもいいとは言っておくが、自分はグレーを釣る。うんで、えっと、前の週でも言ったように6番が狼だった場合には4番が狼はほぼないと思っている。だから5番が6番偽って言うんだったら5番の主観目線一番自然な内訳は4が神狼で6番が狂人で9番が神霊媒師。 っていう感じになるのかなっていうぐらいです自分はグレーに投票します投票を始めてください六番のプレイヤーが選ばれました 6番のプレイヤーは発言してください,ださいちょっと勉強しなくちゃいけないですね打ち込みます夜が来ました目を閉じてください 白いかな、まあ、なんでその白いって言われてるのかわからないな。純粋に。ただ5番目線は2の白いって言っちゃうと1黒しかないよな。そ当難しい。うーん。まず、あ、その白かったかな。朝が来ました。 昨夜死んだのは8番9番のプレイヤーは発言してください。しさい6番白でした。だから6番強人です。えっとで5が1黒4が3黒。あ仕事終わってんのか。いやちょっと正直僕目線は 僕、シーン決め打って、一斗さんから釣ってほしいんですけど、えー、えー、6のシーン、打ってる人っているんですかね。6番さんは、僕のことをなぜか、理由もなしに強人ロックして、ここ、僕のことを強人と決めつけてたのは、まあ、6番が強人だから、霊能の内訳が信教だと分かっていたから、その発言が出たのと、6番さんは、グレーを生きたいと言っておきながら、グレーの精査を全くしていなかった。これは、 自分が狂人だから、もうグレーなんかどうでもよかったから、どうでロラになるだろうってグレーの話を聞いていなかったからです。1と3か、1と3は正直どっちも黒かったんですよね。1番はグどうせ霊能ロラなんだから精査なんかしなくていいだろうとか言ってたんですけど、じゃあ霊能ロラした時にその後誰が黒いかどうやって判断するんですかっていう。1番さんは全然言っていることわかんなかったし、3番さんは3番さんで、いやーもうなんか話がもう訳がわかんなくて、正直ほとんど覚えてないですけど、 なんか1、一周目と二周目、全然言ってること違いましたよね。で、なんか、その理由もよくわかんなかったんで、いや、どっちも黒いからなぁ。うん。いや、だから正直僕目線は、もう僕新決め打って、6で人外1人外釣れてるんで、1、3釣り切れるんですよ。だから、ここの色を見たいです、僕は。だから、1か3を釣りたいです。色を見させてください。1番のプレイヤーは、運現してください。<laughs> ああ、なんか、ハマさんに言われてるんですよ、ね。ちょっと投票できなかったんですけど。うん、すみません。ちょっと、あのー、正直、あのー、眠いですね。眠いです、うん。正直眠いです。申し訳ないです。すいません。急にやってくるんですね。すみません。あのー、ううん。うんまあ、6、今日、6番、今化強か、新化9番進新か、化うん まあ、わかんないですね。どっちも。でも。あ,あ、そうか。4番3がさ、そうか。6番をなってのか。それちょっと見たかったな。あ,あ、4番さは6番をなってのか、最初。ああ。なるほど。急強かな。急強か。すいません。ちょっと全然把握できなかったでで、3番さん言ってください。お願いします。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。 まず今日の釣りに関して、釣りに関してはどうします ?6 番さん言いもなかったし、2番投票の結局理由もなかった。うーん、すごい感情的になってたのも偽だったからっていうのも。わかるけどね、個人的にはね、レーロラはね、完成したい派なんですよね。これはもう個人的な方針。うーん。 ただ9番さん言ってることも、5番さんで9番さん言ってること間違いじゃなかったとは言っていたが、言っていたが、でも間違ったことは言ってないが、自分のオリジナルな意見はなかった印象があったんだよな。間違ったことは言ってなかったけど。どうするこれ。うーんと、27、27、これあれでしょ白、くっておったよね。もう、それぞれ視点スッキリしてますよね。 えっと、まず4番さんにちょっと聞きたいのが、4番さん視点は、えっと、3、号に狼っていう主張であってますかまずそこが1点。で、それから、えっと、3番さんはね、4番さんの言ってることにもめっちゃ納得してたみたいな。グレーから行く意味あんのみたいな。心は新郎もあるんじゃないって、4番さんのことに納得してたって言ってたんですが、これは、どういう意図の行為だと思いましたか ?4 番さんそこ教えてほしい。 で5番さんに関しては27白いって言ってくださいましたが、7番さんそんな白かったかなと思いますね。その2週目の発言はすごい良かったと思うけど、1周目は別に新郎、えっと、46の新郎郎はないっていう発言しか取ってなかったな。発言がそんななかった。1番さんがめちゃめちゃ黒かっただけだったらわかるけど、7白まで言い切った理由は1番さんにターゲットを絞ったのかなと思ったから、7番さん白かった理由を教えてほしいです。5番さんに関しては。 あとは、ちょっと7番さんに任せようかな。その、決め打つか。あのロえ、えっと、ローラーか。うん。は発言してください,、はい、えっと、2番さんに言われたんですが、えっと、あまりにもなんか、グレー行きたいって流れがあったんで、えっと、それグレーにするメリットってなんか、路うん役になんか狼いたら、 結構、狼が優位な、バベーからっていう理由です。だから、真の指導いるんじゃないかなって思った。うん。でも、えっと、まあ、5が真だったってことで、僕、最初、5級だと思ったんですよ。あんま、5が9にロックしてるのも、なんか、すごい、うん、5級ラインを見たんですけど、違ったってことで、で4がもう偽なんですけど、4はもう急投票してるんですよね。うん。だから、もう、この、 点で言えば、もう振動は振動がないのかなと。もう普通に、僕みたいなのは 1, 1と4かなと。うん。例の,のは狂人なのかなっていう風に見てます。はい。ってことかな。なんかブレー行きたいのって、なんか狼の方が有利っぽくねって思ったから。はい。だから、えっとし、一回振動振動ってみて、あまりにも高級ラインがあったからって感じですね。うん。でも違くって。 で、4は偽なんで、四あまりにも4九はないかなと思った。46も何番使ってたけどないのかなと思ったから、もう普通に41ですね。はい。僕みたいにも四41確定です。うん。うーん、<の>一番さんも様々な意見が。今日は1行ってください。ないです、ね。まあ0度だ,だったら9番って感じです。4番のプレイヤーは発言してくださね。そうですね。まず2番さんの問いに答えるのが一番わかりやすい。 と思って答えます。3号人狼でほぼ見ています。3番と5番の初日の発言を思い出してほしい。うん、この2人は2人ともグレツリを押していました。5番の目線ではわかるんですね。グレーがだいぶ詰まってきているからカリドも出て。しかし、3番さんの目線でグレツリを押すメリットって何があったんでしょうか この目線の同じことが5と3の非常に強いラインに見えた。だから私は3を疑った。初週の発言です。2週目に関して3番は方向転換をしました。うん、私が言ってることを、何、えー、て言ったの言った,言ったい,いか私の言ってることに対して、ふわっと乗ってきて、占い位置に入らないようにした。そういうふうに僕は見えています。だから3号人狼だと思ってますよ。うん、そうですね。 私と太鼓の5番ではグレーの幅が違うから5番さんの意見はまだ分かるとしても3番の意見はどうにも納得がいかないから3番を占って黒でした5と3のあり方1と4のあり方どちらが狼同士としてふさわしいですかそれを確定白の1番2番7番さんに考えてほしい私が真の占い師だし3番が人狼です 3番を今日釣ればいいと思ってるうんそうですね3番を釣って絶対 PP はないです9が偽だとしても村目線9を釣るというのであればそれはそれも飲みますうん5番のプレイヤーは発言してくださいはいじゃあまず2の問いに答えるか俺もえ7を白く見たい理由は7はグレー釣りをしていたこと 自分のグレー幅っていうのがめちゃくちゃ詰まっている。1と2と7に詰まっていた状況で、7と4が狼同士で、7がグレーを釣ったところで、例えば1を釣ったら27が残る。2を釣ったら17が残る。その場合っていうのは自分の占い師としての占い師っていうのは1と7になるから、結局めちゃくちゃ自分の首を絞める行為をしているから、7はめちゃくちゃ白いと思った。7と4との、えー、狼の相方が成立していないと思ったからね。7がグレー。 4番と7番めちゃくちゃつる位置に入る行為をしているから7番がめちゃくちゃ白くなった。で1番を占っているよ4番が昨日占い値に1と3を入れたから4番視点っていうのはほぼ3を占うのが定石なはずなぜ1を入れたのか俺は4番がその行為をしたのかわからなかったからだから絶対に1の色っていうのは全く妙って見えていなかった上に4番が1を占い位置に入れた行為が全くわからないくらいかな。 えっと、あと、9ずりを4番は若干最後に飲んでいたんだが、3号狼で見ている場合っていうのは、どちらかが強人なわけで、4番、あなたが真だった場合に、例えば3、1、どちらかが釣られた状況下になったとしても、9番が真だった場合っていうのは、色の結果が見られたら俺は破綻を起こすんだよ、4視点で。9番が真だった場合って、4番の視点で3号が狼でしょ例えば1から釣ったとしても、4視点っていうのは1が白なわけじゃん。だった場合って、9番が真だった場合っていうのは、1に白結果が落ちるんだよ。 ね、4が真だった場合っていうのは。だったら9を釣る必要性って4番から見たとき絶対にないでしょ。4番から見たときって、俺か3番が大い位になっているわけだから、例えば1、3どっちを釣ったとしても、9番はめちゃくちゃ上位置になっているわけだから、4番視点って9全く釣る必要性ないよ。うん、3ずれを押せばいいだけの話だから、今日は1番を釣ってください。以上。あ そうね。レイロラでもいいよって言ってたもんね。飲むって言ってたもんね。7番のプレイヤーは発言してください。はい。まずこの番面は絶対に13のタクです。13のスタクです。なぜかというと、9番が強靭であったとしても、えっ、ー、と9、9番が強靭であったとして、今日釣ったとしても、結局明日、えっ、ー、と、13の決め打ち番面が、 来るので九が仮に強靭ほぼ確定していたとしても、九を釣っても、決め打ち番面を延期することしかならない。だから、議論時間を延長することしかむらりがないので、九、ねえー、番が新霊媒しの可能性があることから、えー、今日は一花さんに投票します。うんと、四番は九番に投票するっていうことを言っていたのそれ、もしかして、それ僕は認識していないんだけれどもそ、それだとしたら僕はかなり重大な把握盛りをしているかもしれない。 えっと、今日9を釣るって言っているとしたら偽要素だと思っている。で、えっと、うーん、レイロラ 1>, 1がほとんど何も喋ってないから1釣りたくなってしまうんだよな。3もよく言ってることが分からないんだけれども、えっと、1番に言っておきたいことが、レイバイローラーするからといって、審議がどうでもいいということは絶対にない。なぜかというと、こういう盤面になるから。こういう盤面になった場合には、つまり占い勝者が黒結果を連発で出した場合には、えー、ローラーストップに。 なるローラーをストップすることが村の安定進行になるからだから1番の霊媒の審議がローラーするからどうでもいいっていうのは絶対におかしいと言っておくうーんであと5番の言ってる通りで4番の占い位置は安定だったら3番ただ4番は新郎新郎の可能性があると言っていたからその場合3番の強人の可能性があるっていうことを考えると1番を入れているのもあながちおかしくないと思っている今日1番に入れる投票を始めてください うーん毎日釣りたいけどねさすがにあ,ありえんオラじゃないべ一番のプレイヤーが選ばれました一番のプレイヤーは発言してください,くださいなんだろう黒くなってすいませんでした負けましたすいませんでした 夜が来ました。目を閉じてください。うーん。まあ、三狼九龍。いや、あの仕方ないよな、一釣りは。<laughs> まあ、村だったらね。もうちょっと自己弁明じゃなくて、まあ、もっと。 生産して欲しかったね3もそうだけどいやー怖いなーこれいやでもねもグレードローラーはそのね議論時間延長するのってすごい大事だと思うんですよね、まあ、単性のゲームですからなんか結局変わらないっていう人いるけど相当変わると思う先に発言する人は不利だし、まあとから、ね、発言する人は有利になっちゃうからねその時間を縮めれは縮めるほど 今日はなかなかさすが来ましたに6シーンはちょっと見れないなでも昨夜死んだのはうんもう今日はまあまあまあ占い一応聞きますか占い結果教えてほしいかなまあ聞くまでもないですけどうんーと はい、ありがとうございます。そうだね、今日は3、釣りたいかな。まあ、安定思考派なんでね。うん、3釣りたいかな。昨日は別に5番3を惜しんで決めたわけではなく、1番3から釣りたいと思った、単純に思ったから1番3が釣った。で、7番3はね、あの、まあまあまあ、結果的に9噛まれたからいいけど、えっと、あのな、なんていうかな、その議論時間を延長することに関しては、あの、私は、あの、絶対した方がいいと思ってます。 だから今日は3番さんって言った方がいいと思う。うん。まあ、理由としてはこの人狼札っていうゲームは単制なんですよ。だから発言が伸べれば伸べるほど狼は結構苦しくなると思うし、まあ村サイドはね、しっかり発言できると思うから、しっかり伸ばした方がいいと思う。うん。ただ、そ,そうだな。こ、まあの一さんもそんな、そんなにね1、一絶対黒だと思って投票したわけではないかな。 三番様意見ゼロ、一番様意見ゼロ。で、一番様自己弁明があった。うん、なんか、その、霊能ローラーは、どっちも一緒よみたいな発言があったから、その、霊能を軽視してる点から、あと自己弁明してる点から一黒かなと思ったが、うーん、って感じかな。昨日の質問に答えてくださったのはありがとうございました。割と納得だったかな。両方とも。うーん。そうね。 えー、結局、そうなんです。やっぱ、個人的には3釣って、明日、君うちに持っていきたいかな。まあ、どう思ってるか、ちょっと教えてほしいかな、その辺も。<laughs> まあ今んとこ、5番さんの方が新名は高いけどね。3番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、まあ村目線、僕釣りはまあ飲みます。そのまあ、僕もちょっと意見。 全然、多分意味わかんないと思う。もう自分でも何言ってるかわかんなかったからね。はい。でももう4は確定なんで、はい。で、のだけ言っときたいかな。はい。あなんだっけな、4番、<laughs> うん偽要素。4番の偽要素ね。ごめん、ちょっとあんま意見がとまとまってないです。すいません。はい。 <laughs> えー、これなー <laughs> うんんまあ,あごめんなさい、ね、これでちょっと5番さんの高いのごめんって感じだからうんちょっとまとまってないですはい4番忘れ <laughs> ーを発言してくださいそうですねまあ2番さんが、えー、その進行を取ってくださることを非常に、えー、ありがたく思っていますまず9番神をどう捉えるかですね9番を死んだ死んだと言っていたのは5番さんの方です 9番が真であれば、昨日の結果が落ちて、えー、5番が破綻する。つまり負ける可能性が高かった。というふうに見えませんか私、ってど確信はないからね。確信はないからね。あと、この3番に黒見れませんかっていうのがまあ正直なところ。うん。7番さんがまあかなり思考ロックしているので、かなり厳しい戦いになるとは思っているけれども、初日の1周目の発言、3番と5番が共に、共に、 グレーンから釣りたい囲われているからこそ出る発言だと思いませんかそこをきちんと精査してほしい今日は3番入れましょうあしたしか4と5で戦い合うないなということになりますね5番のプレイヤーは発言してくださいはい4番さんが自分で言っていたか <laughs> あのじゃあ逆に言うわ4番が神考察したからじゃあ俺も神考察するね 4番さ、俺と3番が狼の場合って、9番むしろ残すだろ。じゃあ逆に言うと。残す方があり得るとしたら、俺と3番になるよ。4番視点って。4番視点って3号陣外確定していて、9、6どちらかが陣外透けているから、1番は白じゃん。だから4番視点だって9神しかないし5番視点だって9神しかないんだよ。うん。その神考察はまた違うですよ。 うん、だからこそ、昨日9番を釣る必要性がないと言った、4番が3番の2戦目を上げている理由が理由になっていない、なんでかって言ったら、時系列が絶対に合っていない、3番って、初週の段階でグレーズリーを押してで、俺もめちゃくちゃグレーズリーを押したらね、自分視点っていうのは詰まるから、で3番は2周目になってグレーズリーを否定して、霊媒師でいいって言ったの、そうやって4番の発言も5番の発言も聞いた上で、3番がそう決めたんだよ。 3番のあの発言量で俺が相方だった場合っていうのはグレーズリーを押して俺に乗ればいいだけの話だから。3番っていうのは4号を精査した上で4番の方が真に見えていたという発言をしていた上で霊媒師に行っていいって言ったのよ。3番は初週の発言でグレーズリーで、自分は絶対にグレーズリーなのね。 で、ここが相方位だったら3番は2周目もグレーズリーを押せばいいだけの話で4番の精査をして4番の方の発言に乗る必要性が全くないから、ね。うん。しかも占い位置に4番は13を上げていったっていうのを気に入、ね、った。なんだったら53が狼だった場合っていうのは4番から見た視点っていうのはほぼ3を占うんだから3番が4番にす,るすり寄ってきたから占ったっていうのは占い理由になっていない。うん。ぐらいかな。では4番に入れてください。以上です。7番。 はい、まあ、とりあえず今日3番に入れます。てか、まあ、はい、あんまり変わらなかった結局、1、3どちら釣ったとしても、9が心霊媒しに見られているのであれば、客観目線、えーうん、カムの確定だから、まあ、うん、あんまり変わらなかったかもしれないけど。うん、うん <laughs> もう一回言う,と,うんと、4番が3番。 あと4番が3番と1番を占い位置に上げていた、1番を占い位置に上げていたっていうのが、一応4番が振動振動、占い霊媒勝者の内訳を振動振動と考えていて、3番を強じめに見ていたっていうこととは、一応矛盾はしないんじゃないかなと思っているんだけれども、補足が欲しかったよね、今日ね。うーん、まあ、とりあえず残されていつになったらもう1回考えます。今日3番に投票します。投票を始めてください。<laughs> ありえん、オラじゃないべ。残されそうだな。三番のプレイヤーが選ばれました。三番のプレイヤーは発言してください。くださいはい、ま二、あ、番生さんにはま四倍ってけ。 としか言えようがないっすね4番さんも自ら、上市のことで言っちゃってるけど、うんそれを自分で組み締めてるのかなと思った、うん、かな。うーん、まあ、言いたいのは、うん、発言もちょっと伸ばせなかったのが本当にすいませんって感じかな。うん1番と3番ともにちょっと申し訳ないかなと思って、そこは。はい。かな。まあ、4番言ってくださいとしか言いようがないな。はい。 うん。この。はい、すいません。あんま長引くとあれなんで、切ります。夜が来ました。目を閉じてください。 あるでやろな。 朝がきました。昨夜死んだのは、7番、2番のプレイヤーは発言してください。先に言っときますが、私は無投票でその後にえ投票します。ちょっとね、ごめんなさいね。これはプレイスタイルというか、まあ少しでも長く話を聞いておきたいというところからですね。 言うことがなかったら、もう、スパッと切っちゃってもらっても構いません。うん、私がね、4番さんに質問した通り、3番さんが4番さんにするより理由がわからなかった。で、それで、な,なん、て答えてましたっけごめんなさい。ちょっともう一回説明してほしいかな。352号カミの場,場合は、3番さんが4番さんにするより理由を教えてほしい。で、5番さんメッセージだと14。4番さんが13を占い理由に入れて、1番さんが相方ですよね。 一四狼で四番さんが一番さんを占い位置に入れる理由。うーん、ちょっとね、ま、あ多分、一三の精査ができないから多分ね、その同じことの繰り返しになっちゃうとは思うんですけど、ちょっともう一回言ってほしいかな。うん。まあ、そこでなんか、言ってることがさっきとは違くないっていうなると、また、番目も変わってくると思うんで。うん。 かなでも精査できないよな霊例のの精査しても仕方ないし。うん、仕方ないんだよ。うん。4号どっち狼でも9噛んでるからね。ど、どうしようかな。<laughs> ただ、そうだな3号2狼の方が無理はあるなとは思ってるから、4番しにだったらそこを覆してほしいかな。 5番さんの言ってることになんか変な部分はなかったからな。うん、7番さんの白よそも、まあ言ってはいたし。かな。うん、ちょっと無投票します。4番のプレイヤーは、発言してください何から手に、手につけていいのか、まあちょっと分かりにくいんですが、うん。まずね、まずね、うんとね。 1>, 1番3と3番3って、とてつもなく、とてつもなく占いたくなる位置でしょ。これ多分誰、どの占い師でもそうなると思いますよ。その中で5と3のラインが見えるから3を占ってる。うん、でも時点で1っていうのは何にも変なことじゃないし、むしろ私がね、他の村でも1番3みたいな人がいたら絶対に占い位置に入ると思いますよ。うん、うん。2と7が白かったことから、状況で1、3は黒かったですよ。 うん、で,で、それを、うん、偽要素に取られるのも少し納得がいかない。あとね、九番さんの紙なんですよね。九番さんって1、3の結成の時に3に入れてるんです。ということは九番さんはあの段階では私を真と見ていたのではないかと思うんですね。私が仮に狼だったら九番は残す選択すると思いますよ。うん、自分が真だしね。うん <laughs> うん、他にも何か言うことあるかな。5番さんがなんか3番さんの突っ込む時系列がおかしいって言ってたけど、それもまあ結構、なんていうかめちゃくちゃですよね。3番と5番は1周目でグレー移りをした。私がそこに関して3を叩いたから3はスッと方向転換をして私に移り寄ってきたんです。だからすごく臭く見えた。うん。ここの流れは時系列全く破綻してないと思いますよ、ね。うん。まあ、まあ、もう一度発言があるということなので。 番のプレイヤーは発言してください、はいまあ、自分の真要素というより4番のめちゃくちゃ芯がない要素っずっと9番の神考察をしてるんだけど9番の神考察って本当に意味がないよ、うん、じゃあ9番が真か強かってわからないでしょ別に4番視点も俺もわからないよただし6と9の真偽で9の方が真に見えていて いるってだけで、分かんなくね <laughs> しかも俺、なんだったら自分の初日の発言で6の芯だけ切って、9番、もう6でいいんじゃないかっていう発言まで落としてるからね。うんうん、その紙考察が4番のものすごく偽要素になると思うよ。 あとは、まあ、昨日言ったことぐらいかな。3号が狼の場合で4番がずっと言ってるけど、3番がだから4番にす,るすり寄る必要性が全くないから。うん、全然。グレーズレ押し続ければいいじゃん。ね。俺が占い値が3本だから俺絶対グレー釣りたいって言ってさ、グレー釣ればさ、3号で初日囲ってんだったら絶対白しか釣れないわけだから。4視点っていうのはね。だからひたすらに3番が4にす,るすり寄る必要性が全くないんだよ。うん。 だし、私すり乗ってたっていうのは、今、出てきてる。あと4、4番、えっと、四番がその9番の神考察しているが、9番が進化強化なんてわからないじゃん。だから4番も9かむしかないわけじゃん。ね。私だったら9番残してるんだけど、四番のさ、4番のあなたの城の1番が釣られてるんだよ。じゃあ9番が1番城って言っちゃったら、4番はもう破綻で終わっちゃうから。だからそれは俺にも適合されるから、神考察なんて全くもって意味がないよ。

あ、バグかバグかーまあ上手だったね5番さんがうーん 一回聞きたかったですけどね、発言ねうん、まあ言うことないかなちょ情報がなさすぎたね、ちょっとねっていうのはありますねユーバーサー死んであってた うーん。そうだなもうめっちゃ後付けに聞こえるかもしれないですけど、5番さんがね、7番さん、その1に白出したのはもうなんかロックオンしたようにしか見えなかったな。めっちゃ後付けに聞こえるだろうけど。まあ、けどそれでも多分、そんな変わらなかった気もするけどな、発言のみてな、あの、もう一回あったとしても。多分4番下りったかな 1三がちょっと分からなすぎてうーんまあ上手でしたねそれに尽きるかな。